皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はチョコボグランプリのファミ通紹介をしていきたいと思います。今度のチョコボは仲間とレースで大爆走。おなじみのキャラクターたちも登場します。本作にはストーリーがあって物語も楽しめるのが魅力で、2019年にリリースされたチョコボの不思議なダンジョンエブリバディに登場したシロマやカミラ、ダンジョンヒーロー X、モーグリといったキャラクターたちの参戦を確認しています。レースではファイナルファンタジーでおなじみの魔法を駆使してライバルたちを攻撃することも可能です。カスタムレースやトーナメント方式で行われるサバイバルレースなど、さまざまなレースを世界中のプレイヤーと競うことができます。では続きまして、魔石やアビリティでヒートアップ。レースゲームといえどもおなじみのアビリティなどは使えるようですね。では魔石、コースに設置されたマジカルエッグに触れると魔石が入手可能で、その効果は様々で、使い方次第ではレースを有利に進められます。魔石のレベルは3段階あって、同じ魔石を集めるとより高い効果が得られるので、いつ使うかも重要です。マバリア、魔石の攻撃を一度だけ防ぎます。ウォーター系、コースに水の障害物を設置します。死の宣告、取り憑かれた相手が一定時間後にクラッシュします。アビリティ、魔石よりも高い効果を持ち、各キャラクター固有の必殺技でどんなアビリティが用意されているかはまだ謎ですが、ここぞの場面で使えば一発逆転の可能性を秘めているものです。アビリティの存在が最後までハラハラさせてくれます。ファイナルファンタジーシリーズのマスコット、長年活躍し続けるチョコボ。チョコボが初めて登場したのは1988年に発売されたファイナルファンタジー2です。高速に移動できる乗り物として活躍して、以降はファイナルファンタジーシリーズのほとんどに登場します。その愛くるしさでマスコット的なキャラクターとなりましたが、モンスターや召喚獣として登場する作品もあります。そんなチョコボが初めてフィーチャーされた作品は1997年のチョコボの不思議なダンジョンで、同作はシリーズ化されていくようです。1999年にはチョコボレーシング限界へのロードが発売され、チョコボグランプリはそれ以来のレースゲームになります。なるほど。実際はチョコボのレースゲームは本作が初めてではなくて2作目ということになるんですね。ちなみにチョコボの不思議なダンジョンの発売年度ではですね、同じ年度でファイナルファンタジー7が発売されています。例のクラウドとセフィロスですね。その頃から桜井貴弘さんや森川俊之さんが出ていたんでしょうかね。それはとさておき、今回はこの辺でチョコボグランプリのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。